ミラム軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,757人であり、2000年の24,238人から2.1%増加した。軍庁所在地はキャメロン市であり、同軍で人口最大の都市はロックデール市である。ミラム軍は1836年に設立され、 文明は、初期開拓者で、テキサス革命の軍人だった、ベンジャミン・ラッシー・マイラムにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1022平方マイルであり、このうち陸地1017平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.48%である。ミラム軍堺の標識以下は2000年の、 国勢調査による人口統計データである。ミラム軍の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。この他に隣接する軍に本部があるが、ミラム軍内にも範囲が及んでいる。教育学区として、バートレット、コールドウェル、ホランド、ローズバットロット各独立教育学区がある。ソーンデールにあるセントポール・ルーテル学校は、幼稚園前から8年生までを教える。 私立学校である、ありがとうございます。